百田直樹と有本香織が政界のお金集めに言及。日本保守党の代表百田直樹さんと事務総長有本香織さんが YouTube の配信で政治資金パーティーに関する発言をしました。話題となったのはまず政治資金パーティーのチケット代についてでした。相場はお一人当たり2万円ということでした。この金額自体が高いか安いかどう感じるかは人それぞれだと思います。しかし驚くべきことは2万円という金額に対する利益率です。なんとこのうち8割から9割が利益になるとのことでした。百田さんと有本さんはやりとりの中で8割から9割も取るのはひどい、日本保守党は政治活動にそれほどお金を使っていない、政治をやるのになぜここまでお金が必要なのかと疑問を呈していました。総務省の2022年分の政治資金収支報告書によりますと、自民党6派閥が政治資金パーティーで得た収入は9億円を上回っていたそうです。この約9億円というお金ですが、私たちの税金から支払われたわけではなく、自民党を支援したいと思われた方が自らの意思でパーティー券を購入された金額の合計だとは思いますので、この金額自体に問題はないかと思います。私たち日本国民としてはこの資金を私たち日本国民のために正しく運用していただけるとありがたいなと思いますし、もし仮にそうでない目的に使用されますと信頼は完全に失われてしまいます。その点にくれぐれもご注意いただきますようお願いいたします。以上で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。